Good Air ドコン。こんにちは、本日は嫁さんと天草に来ております。熊本の天草、海のね、綺麗な町ですけども、お腹が空いたので今からここでご飯食べたいと思います。天草ちゃんぽん大福ってこっちで書いてある。看板はね、ラーメン大福どっちだよと入ってみます。天草白ラーメンと天草海鮮ちゃんぽん。白ラーメンが透明の豚骨ラーメンという超珍しいやつなんです。こんにちは。こっちでもいいね。何食べますか。何がいいですかね。ここでは天草海鮮ちゃんぽんと白ラーメン。あ、これ全部白ラーメン。じゃあセットでもいいのか。あ、セットだとラーメン半分のやつなんですね。ラーメンの大盛りってあります。じゃあそれでお願いします。次お子様ラーメンとかもある。あ、本当だ、透明だ、すげえ。透明の豚骨ラーメン、いただきます。うまそう。これが地元の車エビ。どうも、うまそう。いただきます。お、うまい。お、全然うまい。うまいね。うまいっていうか、バリバリ俺の食ってるじゃん。いただきます。うん、あ、俺この麺の味好き。細麺だけど、まもって細麺珍しいな。うん、お、チャーシューもうめえ。どっこいしょ。ちゃんぽんも食ってみよう。ちゃんぽんも普通のエビも入ってるし、車エビも入ってるって感じ。おー、あ、ほんとだ、アサリも入ってる。殻付きで、殻付きでアサリが入ってる。お、なんかわかめ珍しいね。あ、うまい。ちゃんぽんもうまい。うん、あっさり系、うん、かなりあっさりのちゃんぽん。うん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 、でもこのエビは何ですか最後に食べる、それとむけって言ってる。むくにしても熱いから。あ、なるほど、車エビ冷やし中いや結構量あったのに食ってしもたね。えらいえらい、やるじゃん。はい、美味しくいただいてきました。めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったな。美味しかったっす。白ラーメンちょっとな、もう珍しいもんだからまずくてもいいじゃんみたいなぐらいのつもりでちょっと来たんすけど、マジうまかったっす。うちの嫁さんね、1000円以上するちゃんぽん、天草海鮮ちゃんぽん頼んだのに
私普通のラーメンが良かったかもって言ってたぐらいですからここ本当に美味しいです。そしてみんな知らないんだろうね、あんまり。てか白ラーメンって書かれてもその透明の豚骨ラーメンが出てくるなんてあんまり思わないしね。まあ あんまり知られてまだないので、結構空いてました。もう今日は祝日なのに、なので皆さんぜひここおすすめですから、大福ラーメン、大福ラーメン大福でいいかな、こちらのお店の方に来てみてぜひ味わってみていただきたいと思います。以上です。後ぜき TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。二人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネル鹿児島の魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいいやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょちょちょ、サンガおおおお、揺らしすぎでしょ。クソラあおおソラモンドラえもんだよ。ドラえもんドラえもん何そのキャラ何そのキャラ。 Thank you for your listening. GoodAir.com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ GoodAir では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオ GoodAir の YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 GoodAir.com Your listening station is GoodAir.com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.